ハンバーガー&ハンモックも気になる。はい、少し。はい。めっちゃ晴れてきたな。また動画になっちゃった。なんでやろ。動画的に。はい、こんばんは。質問。ではですね、こちらにいるカレーがブランコ。私沖縄県出身ですが、私の父が兵庫県出身なので、ジャイアントバンブーという世界最大の木です。こちらがガジュマルの木です。こちらに一つ洞窟が出てきました。一つの洞窟だった場所です。そこで調査範囲を広げていくと、ここにいっぱい石が出てきたんですね。どうしよう、飲んだことない。ビールか。こっちビールじゃん。こっちはハイボール出てくる。時間。飲んだ後にちょうど飲んで。男か。味わっとか。一泊やな。明日も多分ないかもしれない。それだけは問題ない。朝の朝から。
の明かりであって、よいしょ、外の景色は、外の景色はすぐにもう臭いように、アートホテルだけ、アートホテルだけで謎のアートこれ下のバーで飲めるんかな、ひょっとしたら。そうなんだ、だけが350円なんやと思って、 そうそう、それやったら350円でめっちゃ高いって思って、え、そうなんやと。あ、こうカメラ越しには見える、見える、うん、右手を、あ、そう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 、あ、こっち、あ、こっちの方がいい、セソコピンチ、うわ、うわ、気持ちいい、熱い、熱い、めっちゃ濡れてんで、うわ、すごいね、ちょっとこうだったけ、
部屋はこちらです。200個目はこちら、ココシャス、ココシャスモン。あら、なんとトイレ別です。まあ、トイレ広い、ちゃんとしてる。うん、水産って高校野球ですよね。若干ハイバーが今変わってきた。では2回目、はい、お疲れ。こっちはこっちでコース美味しそう。全然ちゃうな、うまいな。そう、何入ってるチキン？なんだろう、ダブル卵チーズと、サンタクロース年がら年中。タコス的なポテトチップ。